上にも上げてくれますか、もうちょっと顔。あ、覆うんだね、ちゃんと。何にも来ないでしょ。じゃあ、こっち持って、持って、もちろんだもん。変わんないと思います。表面かぶして。いや、音にもあんまり気がつかない。ちょっとゼロくれよ。はい。結構重た。やっぱなんか変な、変な人ちょっと怖がってますね、やっぱ。完璧に、あ、分かった。前に進んでくれば別ですよ、これ。もっと本当に固まって、急に固まってゲーしないといけないですからね、そういう時は。だから当然生き物だっていうことは分かってますよね。あ、これは人間じゃない、なんという動物なんだろうって。いや、ほんとひどい日が過ぎた。ちょっと、あ、いじってるよ。あ、違う違う、覚えてる覚えてる、下に。やばい、まだやっぱり目だと思ってないのかね。うん、思いますけどね、生き物とは思ってないですよね、まず。うん、だけど表情以外にね、やっぱり彼らはその心をロボットに発生させるって言うんだけど、その心が持つっていった場合のそのナチュラルな動きとか表情っていうのがどういうことかって、やっぱもっと。じゃあ、こっち。ジュリアン。はい、音じゃないですね。なんかでも、こっちのカメラの方